ではエンディング入ります。さあ、そろそろお別れの時間ですね。お楽しみいただけましたでしょうか。週の初めにクリスタルパワー、また来週お会いできるのを楽しみにしています。次の番組は吉高さんがお送りするフリージャムレディオショー、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。チームクリスタルではコンシェルジュ、アシスタントを募集しています。デリシャスなラジオ月9はクリスタル。チームクリスタルの番組情報、第1第3月曜日14時からの1時間はクリスタルシャワー、コンシェルジュさんの情報番組です。第2週目は新番組です。ペットの情報番組ツーランド、ミッチーナがご案内します。ハートの温度1度アップ、ワンプロジェクトの始まりです。そしてもう一つ、クリスタルの音楽番組は幸せな時間のお裾分け、イレブンクリスタルは毎週金曜日ティーンワールド全開、執事伊藤も一人サポート隊としてお供しております。レトロ感たっぷりな番組、じわじわっと来てますね。さあ、今日も無事にね、終わることができました。ありがとうございます。さあ、2014年クリスタルのキーワードは輝きです。心のままにあなたの素敵が輝く1年でありますように。では参りましょう。合言葉はお互い様にありがとう。また来週。はい、お疲れ様でした。すごい。そうそう。